今年も安定の栗ぼっち。夜風が骨身に染みるな。風邪ひかないうちに帰ろ帰ろ。ん、何の張り紙だ。日雇い、高賃金、業務内容は、プレゼントの梱包と配送。この仕事、まるでサンタさんみたいだな。いや、これは絶対サンタ募集なんだ。どうせ一人だし、クリスマスはやることないから応募してみよう。はい、はい。え、採用ですか。ありがとうございます。はい、はい、わかりました。随分と寒い場所だな。私以外誰もいないのかな。うん、寒いな。ああ、言うと、どうしてここに。ね、姉ちゃんこそどうして。たまたまアルバイト募集の張り紙を見てね。どうせ何もやることないし、面白そうだから応募したのさ。僕も同じ動機だよ。それに、一度子供たちにプレゼントを配って回ってみたかったんだ。確かに、喜んでくれる顔が見てみたいな。うん、サム、マリサさんまで。なんでお前らが。マリサもきっと同じ動機だろうね。私は別にクリぼっちだからとかじゃねえからな。みんなでクリスマスプレゼントを梱包して届けよう。ここでプレゼントの仕分けをするんだね。待って。大変だ、サンタがおかしくなってしまった。え、サンタがおかしくなったって、どういうこと？早くここから逃げないと巻き込まれるぞ。おいおい、私たちの仕事はどうなるんだ？せっかく来てもらったのにすまない、とにかく急いで逃げてくれ。働くか、住むか、がどうする？え、あれがみんなの知っているサンタさん。ブラック企業の上司みたいだな。確かにあれはおかしいぜ。エルフの山田さんの言った通り、急いで逃げた方が良さそうだね。あ、他のエルフが大変なことに。この緑色の液体は一体何なんだろうね。エルフがああなっちまったってことはどっか何かだろうよ。姉ちゃんも落ちないように気をつけて。いやー、ごめんごめん。このコンベアーの動きが複雑でね。まったく、もう落ちないでくれよ。うわ、このコンベアー途中で切れてる。それに気づいて行動できたのはナイスだね。はっはっは、弟よ、そんな褒めまくったって何も出てこないぞ。褒めまくってはいないんですけど。我々が作ったキャンディールームにどうして毒のチョコレートが溢れているんだ。それはズバリ、サンタさんがやったからさ。せっかく作った部屋がこんな風にされてかわいそうだな。ジンジャーブレッドマンたちが足場を作ってくれてるおかげでなんとか進めるよ。ジンジャーブレッドって、生姜が入ってるクッキーのことだよね。ああ、生姜が入ってなくても人型のクッキーは、ジンジャーブレッドマンと呼ぶみたいだぜ。なるほど、生姜入りのクッキーって食べたことないけどどんな味なんだろう。おいしい味。わからん、全くわからん。わかる人なんていねえだろうよ。うわぁ、でっかいバントケーキ。バントケーキ？リング状の型を使って焼かれるケーキのことだよ。バームクーヘンみたいに何層も重なってないリング状のケーキだな。へぇ、おいしそう。うわぁ、なんだこの不細工な雪だるまは。この雪だるまもサンタが。お前ら、不細工言った、許さん。じゃあ、すんませーん。食われたしかも雪だるまに。どうやって出たらいいんだろう。とにかく進むしかねえな。うわぁ、お助けー。なるほど、雪だるまの体内にはこうなる場所が存在するのか。この化け物雪だるま限定だ。足が勝手に。落ち着いてタイミングよくジャンプだ。あともう少しで氷ゾーンが終わるよ。うおやー。よっしゃー、よくやった。どうせクリぼっちだろうと思って尋ねてみたけど、留守だったわ。もう嫌だ。あんたたちどうしたのよ。サンタなんて、嫌いだ。続いては動く紙芝居から3匹の子豚です。お、新作だぜ。3匹の子豚って言ったらそれぞれ、生姜焼き、角煮、豚バラ大根にされたのよね。思いっきりバッドエンドじゃねえか。いやいや、角煮じゃなくて豚しゃぶだよ。どっちも違うわ。お前らこの話をよく聞いて学習しろ。はい。昔々、あるところに3匹の子豚がおりました。ああ、とんかつ食えてー。共食いだろうが。3匹はそれぞれ、わら、き、前座の家を建てました。お母さんに家を追い出されたからね。ひどいわねー。狼の餌にしましょう。お前が一番ひどいわ。わらの家を建てた三男のもとに、なんと狼がやってきました。どうしよう。家が。ふぅ、吹き飛ばしてくれるわ。狼の息であっという間にわらの家は吹き飛ばされてしまい、急いで三男は次男の家へ逃げ込みました。助けて兄ちゃん。
そんなに焦ってどうしたんだ。この家も吹っ飛ばしてやる。うわぁ、狼だぁ。兄ちゃん逃げよう。なんと木のうちも吹き飛ばされてしまったのです。残るはレンガの家だけだよ。助けてー。狼が来たんだ。え、お母さんが来た。なら開けないと。狼だよ狼。そう、俺様の息が効かない。はっはっはっは、レンガは最強だぞ。くっそ、あの豚野郎ども。壁がダメなら煙突から入るまで。狼は屋根によじ登り、煙突から家の中に入ろうとしました。ギャー、変態。変態。変態、あいつら美味しく食ってやる。しかし、煙突の下には沸騰したお湯が用意されておりました。あっちゃー、あちゃちゃ。はっはっはっは、どうだ。さすがは兄ちゃん。逆にあいつを食っちまおう。狼は晩ご飯になったのね。いやー、3匹の子豚がよくわかったよ。豚どもがわけわからんこと言ってたがな。めでたしめでたし。コインの波動を見ることができるコースです。コインの波動？想像がつかないわね。最初に叩く位置で波の向きが変わるって。試しにこっちを叩いてみましょうか。あ、ごめんごめん。あのおっさんの顔面を蹴り上げてやるわ。ストーップ。こっちだ。おお、すごい。敵が出てくるのも圧巻だがコインの動きがすごいぜ。これがコインの波動なのね。上にもパウブロックがあるから上からも押してみよう。急げ急げ。Pスイッチじゃねえ、パウだパウ。おお、今度は縦に揺れてる。こんな波動だったらいくらでも受けたいわよ。よっしゃもういっちょ。あ、もうコインないわ。いやー、びっくりなコースだったぜ。コイン好きの方はぜひ一度味わってみてください。もう一回回ろう。怖くてもみんな一緒なら大丈夫なコースです。何やらやばい雰囲気がするぜ。行くぞー。ダメじゃねえかよ。失敗失敗。今度こそ行くぞー。おお、お見事ね。これで終わりじゃなさそうだぜ。うわー。待てー。ふぅ、ヒヤヒヤするね。今度はファイアバーよ。じゃあ、ギリギリすぎるぜ。いらっしゃい。いやマリオ。お前らなんでこんなところにいるんだよ。思いっきりマグマに沈んでたんだぜ。じゃあ、今度はボム兵。これ思ったんだけど、みんなで落ちるから怖いのよね。ひぃー、うねうねするー。クラックラなんだぜ。あれ、ここはどこ？僕は一体何を？しっかりしろー。花ちゃんと一緒に落ちるもんじゃないわね。ほね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 。ほね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 。ほ。なんだったのかしら今の。ようマリオ、ようマリオ、お父さんに、報告だ。息ぴったりな双子だったね。ようマリオ、ようマリオ、お父さんに。お父さんは奈落の底に落ちていったよ。そもそもお父さんって自分のことだろうが、なんだクッパのやつつまんないの。この落下ってこれでおしまいか。そんなわけないじゃろう、それ。ひぃ、一斉攻撃よ。壁があって助かったよ。落ちるのよりもみんなの方が怖かったよ。ああ、圧迫感すごかったもんな。って、また落ちるのー。しばらく落ちるのは勘弁だね。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。一体どうしてサンタはあんな風になったんだか。それじゃあまた次回も勝負しような。